大ジャンプ決めてくれました。さあここまでは2つのスタンダードなジャンプ種目ご覧いただきました。さあここからはイルカたちのジャンプの仕方が変わってきます。スペシャルジャンプでお楽しみください。さあまずは左側にご注目ください。マリンスピンジャンプ、オーケー、豪快な水しぶきを上げてのジャンプ決めてくれました。さあ今度はみかんが挑戦です。同じく左側にご注目ください。みかんでフロントフリップ。さあ続いてシトラス。さあみかんは2連続ジャンプ決めてくれました。シトラスもみかんと同じくフロントフリップ。OK、 華麗なフロントフリップ決めてくれました。このようにイルカたちはそれぞれ違ったジャンプを持っているんですね。今まで頑張って練習してきましたスペシャルジャンプ、これからまだまだ続きます。 OK、 カボスはカボスにしかできません。バックフリップ決めてくれました。さあ今度は2頭で挑戦です。カボス、そしてスダチによるスペシャルジャンプの共演ジャンプ。さすがはベテランのメンバーたち、余裕のジャンプ決めてくれました。さあそれではいよいよ続いての種目、イルカの海最後の種目となります。ファイナルジャンプに出かけてもらいましょう。最後は5頭で全頭で挑戦します。さあそれではイルカの海にご注目ください。最後はファイナルジャンプメンバーたち決めてくれました。皆さんイルカの海のショーお楽しみいただけましたでしょうか。残念ながらもうお別れのお時間になってしまいました。最後は頑張りましたメンバーたちからお客様にお別れのご挨拶があります。さあグリーンステージのメンバーたちは自慢の尾びれを振ってご挨拶へ。さあイエローステージのメンバーは上がってきてくれました。さようなら。最後までの温かい拍手、そして温かいご声援、誠にありがとうございました。それではお客様にご案内いたします。